おはようございます。知覧島をホームレートする地域障害者でございます。ここはどこかと言いますと、ここはですね、どうしたら、ここはなんと、ちょっとした旧跡なんですね。どんな旧跡かというと、見せますと、こちら。ドン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 。ザーッ。どうして吉川城の城という古いお城の跡なんですよ。今はどこにも、もうお城の、影も形もありませんが、昔はここに吉川城というお城があったらしいんですよ。で、この番外編はというと、編後はというと、その吉川城、の後で、独り言を言っております。この土台を見て、お城 の一部になったのかなと想像は できますでしょうか。で、この辺りは本当はもっとあれなんですけどね、今はこのように小さ なお社が建てられているぐらいです。当時をしのぶものは、こんなものぐらいですかね。まあ何せ、歴史には疎いものですから。それはそうと、ずいぶん暑くなってきましたね。で、石標の方を見ると、この吉川の地は、浅田という人が多いことでも、もう有名らしいんですよね。石碑には、ちょっと個人名称がなので言えませんが、浅田大一族の名前が彫られております。ちょっと矛盾したこと言ってたかな。でも下の方は名前の方は言っておりません。興味のある方は吉川城でググっていただければわかると思います。で、今この辺りはちょっと荒れ地だらけなんですが、あれでしかないんですが、昔は素晴らしい場所だったんですね。目の前には熊野神社という小さな神社もあるんですよ。で、この道路、ここにある道路をまっすぐ行っていただければ、なんと吉川稲荷という神社に行き着くことができます。それだけ吉川城の力は時代だったんでしょうかね。では、そろそろ暑くなってまいりましたので、今回の番外編5は終了とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。